札幌大通公園では秋の風物詩オータムフェストが開幕し、道内の人気グルメが集まっています。奥尻町の焼きホタテや厚岸町の焼きガキ、紋別市の本ズワイガニの甲羅焼きなど全島各地のグルメが盛りだくさんです。北海道の食をテーマにしたオータムフェストは、大通公園の西4丁目から西11丁目の間に設けられた7つの会場に延べ300を超える店が登場し、各地からの自慢のグルメを楽しめます。美味しいです。いちご美味しいです。美味しいものを食べて満喫して、北海道満喫して帰りたいと思います。今年のオータムフェストは今日から今月30日まで、午前10時から午後8時半まで大通公園で開かれています。